キム、そろそろクリスマス来るで。と言いますと。キム、そろそろ彼女欲しい季節じゃない？正面。ありよりのありですね。じゃクリスマスに欲しいものといえば、ちょっと新しいバイト欲しいですね。バイト、バイト切実な悩みだったよな。僕の名前消されてたんで。塾に？塾に。マジで？塾ってどういうこと？どういうこと？お前塾にいじめられてんの？そうかもしれないです。YouTube とバイトの闇を見てしまったぞ、これ。そろそろでも一旦ピノマル言っとくじゃ。はい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 、どうもありがとうございます。どうも、忘れてて、無理です。はい、というわけで、いよいよもう12月ということでね、まあ、クリスマスシーズンでございます。で、まあ、キム君もね、早くももう3年生になりましたよ、あれから。まあ、YouTuber としても、知名度もね、上がってきて、あれじゃないですか？なんかちょっと色恋沙汰でもないんですか？ないんすよね。敵さんの中で僕が一番好きですって言ってる女の子たくさんいるんですけど、それは大体我がちゃんにやった方が反応がいいです。そう、いるいる、そういう厳禁なファンってやつだね。そうなん、ほんまそれ。端っこ軍団をないじめたらあかんで、ほんまに。ダンゴムシ入れちゃダメですよ。キムの中では彼女できると思う、自分が。いや、思わないです。でもちゃうねん、それ、はい、俺の理論の数学的逆親機能法っていうのがあって、はい、先祖 K イコール1の時、つまりキムの親は結婚してキムを産んでると、はいはい、N イコール K の時、彼女がいるとするなら、はい、K プラス1の時、はい、多分おるじゃないですか、はい、先祖的に、はい、ってことはキムの絶対いけるんですよ。なるほど、僕が特殊界って可能性が。なるほどね。そもそもキムが N に入ってない可能性ある、はい、てか、でもさすがに先祖の中でキム一番有名じゃん、今んとこ。確実に。ってなったらやっぱ彼女も作りやすいはずなんですよ。ということで、ということで、今回はキム大改造計画ビフォーアフタータクミー。今回はどんだけキムが変われるかっていうのを、髪型とかね、髪色とか変えて、全く別次元のキム、キムじゃなくてミョンバに成長させたいと思います。それではネクストパスボーウィズ量産型大学生。はい、というわけで手始めにですね、まずはメガメガブリーチ、買ってまいりましたんで、まずはこれでキムくんのね、毛染めしていってもらおうかなと思います。じゃあキムくん、はい、やって。はい。実際助手受け医のってどっちかというと黒髪説あるけど。あー、じゃあダメですね、うん、この企画。かなり変わっちゃいましたね、これ。おー、これは21年間見てきた自分の黒髪にが多分なくなってることにショックを受けるかもしれんけど、受け入れられますか？られません。られません。さあ、生まれ変わったキム君。ちょっと待って、お前かっこいいぞ。でもお前全然かっこいい、かっこいい。バンドのさ、ギターかベースあたりにそうな感じある。はい、どうもこんにちは、ギターのミョンファです。喋ったか、お前喋らすとあかんね、やっぱりな。喋っちゃだ。そう、実験でキムの後ろ姿をですね、写真撮ってツイッターに上げて、僕が髪染めましたって言ったらバレるのかとか、ちょっとやっていきたいと思います。いやー、これバレないと思いますよ。冬やからノリでブリーチしてもらった。どう？絵がやばい、絵が。この俺のこの下僕感やばない。じゃあツイートします。ツイート。ヤンキー系、ヤンキーですね。ウェイ系ですね。騙されるっていうツイートある。やばい、やばい、強っ。 50% ぐらいの人は結構怪しんでる。じゃあこの後、どうしましたって。どういうマジックだったの？そんな早く戻せるなんてすごいです。カッコ、でもなんかみんな加工やと思ってますね。まさかやっぱキムが染めたっていう真にたどり着く人はやっぱゼロ人。確かに。おい、ゆうすけも起きろって。ゆうすけ
おい、ゆうすけ。ゆうすけって誰？俺の高校時代の友達。そういうこと。カツラそれ。は？誰に言ってるのこれ？え、ゆうすけ。ゆうすけ。ゆうすけ歌って。待ってそれ待って待ってやほんま、それはちょっと予想外やわ。早っ怖っ。え、終わりもしかして。はい、というわけで、服をフーメタに買いに行って、ブリーチをもう一回やって、で、マニックパニックね、めちゃめちゃ白くするやつで、もう一回髪を白くしました。で、皆さんにはちょっとまだ見せてないんですけども、こっからね、なんかお前やっぱなんか怖いな、なんかお前ちょっと人殺しそう。ボルデモート3回おるなんかお前。ヒカルさん3回います。イメチェンぐらい言ったらもうこっちの方がいったかもしれない。もはや髪染めなくてよかった。これちょっと中和しよう、いったん。ミラクルミラクルアプリケ幽霊よ元の姿に戻りなさーい。こっち戻れ。あはキューだキューだキューだ。やばメガネ強やっぱメガネとお前アイデンティティの一つやったメガネ効果強すぎやばい一瞬で血はされたえメガネがキムやったらマジかしてお前これうわー怖いな怖い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 キムだキムだはいじゃあこっからですね生まれ変わったキムを、見ていただきたいと思います。それでは生まれ変わったキムまで3、2、1。あ、かっこいい。あ、全然かっこいい。あの、コミュ障なんで喋らせるとね、ボロが出ちゃうんで。おい、ポケットどうしたんですか？ポケットなんやねん、もうすぐ。ポケット。そんな遺伝はミカはポケットに次回で落ち合うかも。今やったらそれもちょっといい感じにいけんじゃん。おぉちょっとお前。都内高級マンションに住んでるちょっと売れてるホストみたいな感じになってるお前あれやな初めてのお使いであのマンギーマンギーマンギーってやってたあの少年があれから10年後みたいな感じでこうやっておい母さんみたいな子供にマンギーマンギーって言いたくないですよねただいまーマンギ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 ー主人ラブ味のって言いにくいですよねマックス村井さんしか言えないですよねマンギリ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 え、どうしたんですか、カリオ。めっちゃ、イメチェンしたんですか誰かわからなかったりしてこれ何の空間なんですかまあまあまあ、どうぞ。あ、マジで住めたんですか触りますか触りたいです触り
学室行ってるの。最近どうすか。最近どうすか。いや、元気にやってます。なんでそいたんですか、そんな。まあそれは、まあ、またね、もう一回聞いてもらっていいですか。あ、はいはい。なんで染めたんですか、そんな金髪。いや、やっぱりピロマロに変わった俺を見てもらいたくて。あざっす。このクリスマスツリーの下でキーゲームをするといい感じになるっていう伝承があるんですけども、ちょうどここにポッキーがありまして。何ですか？これポッキーがありまして。ポッキーじゃないじゃないですか。サラダチキン。いや、サラダチキン。ちょうどこれポッキーがありまして。デジャブを感じますけど。ふと。いや。怖い。どういうこと。はい、さて、キム君大変身計画だったんですけども、いや、でもめっちゃ変わってます。どうですかこれ、どう、全然違いますよね。どう、反対の上位何パーいったこれ。え、上位 50% おー、いや、50% いったら全然良くないの。もともと回どんぐらいだった。いや、それはもう計り知れないです。計り知れない。キムさんはキムさんなんで。